近年、気候変動の影響により異常気象が増加し、世界各地で深刻な気象災害を引き起こしています。さらに気候変動は人々の暮らしや健康にも影響を与え、今や国や地域の安全保障をも揺るがしています。また人間活動の拡大や気候変動などの影響により、生物多様性の劣化は急速に進んでおり、人類のウェルビーイングの源泉である自然資本を支える生態系に深刻な脅威をもたらしています。これらの危機に対し、世界は持続可能な開発目標 SDGs、 パリ協定、昆明モントリオール生物多様性枠組みなど、さまざまな国際目標や枠組みを設け、国際的な連携を通じて取り組みを続けています。持続可能な未来に向けた歩みを確実なものにするために、私たちは今かつてない大きな変革を求められているのです。公益財団法人地球環境戦略研究機関アイジェスは、こうした地球環境課題の解決と同時に進めるべき持続可能な社会への移行のための幅広い戦略研究を行う研究機関です。地球規模、特にアジア太平洋地域の持続可能な開発の実現に向けて、1998年に日本政府のイニシアティブと神奈川県の支援により設立されました。アイジェスは自らをチェンジエージェントと位置づけ、政策的かつ実践的な研究を通じて、持続可能でレジリエントな社会への変革を促すインパクト形成に取り組んでいます。具体的には、内外の多様なステークホルダーとの連携を深めながら、気候変動対策、循環型社会と循環経済の構築、生物多様性保全をはじめとする喫緊の課題に対応し、 SDGs の実施を促進するため統合的な研究活動を実施しています。そして研究成果を広くタイムリーに発信することで、政策決定プロセスや国内外の議論へのインパクトを創出しています。アイジェスは神奈川県三浦郡葉山町の本部に加え、国内外5カ所に拠点を置き、各国各地域のステークホルダーとの連携のもと、さまざまな調査研究を展開しています。アイジェスでは、気候変動とエネルギー、持続可能な消費と生産、生物多様性と森林、適応と水環境の4つの研究領域、および課題解決に向けて中心的な役割を担う主体である都市、ファイナンス、ビジネスを対象とした3つのタスクフォースを設けて、国際ルール作りや国内制度設計、自治体による実行計画作りなど、さまざまな政策形成プロセスに積極的に貢献するための戦略研究を実施しています。2021年にはこれらの研究領域とタスクフォースに加え、サステイナビリティ統合センターを新たに設置し、分野横断型の統合的アプローチを重視した研究活動の強化を図っています。より大きなインパクトの創出を実現するために、組織全体が研究分野を横断・共同して取り組む共通の重点分野が4つのフォーカルエリアです。2030年までの SDGs 達成に向けた取り組みの加速が喫緊の課題となっています。アイジェスは SDGs 実施を加速させ、持続可能な社会を実現するために、アジア太平洋地域の多様なステークホルダーとの共同により、相互に関連し合う持続可能性の課題に統合的かつ包摂的に取り組み、地域の状況に合わせた解決策の提示を目指しています。具体的には、気候変動対策と SDGs のシナジー強化、脱炭素化、地域資源循環、自然との共生を同時に進めることで、環境、経済、
社会の好循環を生み出す地域循環共生圏の具現化などに取り組んでいます。気候変動が世界的な脅威となる中、2015年に採択されたパリ協定は、脱炭素社会への転換に向けた国際社会の決意と行動を示しています。アイジェスでは、国連気候変動枠組み条約や気候変動に関する政府間パネル IPCC などの国際プロセスへの積極的な関与に加え、各国および国内外の自治体の計画づくりや能力開発支援を通じて、脱炭素社会への転換を促す取り組みを推進しています。また気候変動対策のもう一つの柱である適用にも焦点を当て、その主流化と実践、アジア太平洋地域での能力開発に取り組んでいます。生物多様性の急速な劣化が、人類のウェルビーイングの源泉である自然資本とそれを支える生態系に深刻な脅威をもたらしています。アイジェスは、昆明モントリオール生物多様性枠組みの実施を促進するため、生物多様性条約や生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォームイプベスなどの国際プロセスと連携し、アジア太平洋地域における生物多様性の保全と回復に向けた政策研究や技術支援を行っています。また森林管理や持続可能な土地利用などについて、国内外のステークホルダーと共同し、統合的で課題解決型の研究を進めています。大量生産、消費、廃棄社会は深刻な環境劣化と汚染をもたらします。持続可能な社会の実現にあたっては、循環型の社会経済への転換が必要です。アイジェスは、循環経済に関する国際プロセスに積極的に関与し、その主流化に寄与しているほか、持続可能なライフスタイルの実現に向けた政策研究、東南アジア諸国連合、ASEAN を含むアジア太平洋地域のプラスチック汚染防止に資する政策立案支援などの実践的な研究活動を展開しています。また、IGES UNEP 環境技術連携センター CCET では、アジア各国、都市の廃棄物管理に関する技術・能力開発支援を行っています。持続可能な社会の実現に向け、IGES は国際機関、各国政府、自治体、研究機関、企業、NPO や NGO、市民の皆様と連携し、共にデザインし、共に実施し、共に作り、共に世の中に広げる、こうしたアプローチを通じて、持続可能な社会の実現に向け、統合的な解決策を提案しています。私自身が概念構築に深く関わった地域循環共生圏構想では、脱炭素社会、資源循環型社会、自然共生社会を国内外の地域において統合的に追求することが求められます。またそれぞれのあるべき社会像とそれに到達する道筋が個別に論じられていた状況を克服し、統合的なアプローチと多様な問題の同時解決が求められています。これから2030年までは将来の地球環境の運命を決める重要な節目と言われています。こうした統合的アプローチの実践を一層強化し、 IGES はアジア太平洋地域における代表的な環境サステナビリティシンクタンクとしてその役割を果たしていきます。 IGES は持続可能でレジリエントな社会への変革を先導するチェンジエージェントとして、その役割を果たします。